皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株速報、今日もよろしくお願いします。今日は11月の28日、月曜日です。お題がこちら。乱高下中の注目のテーマ株、5名柄ということで話をしていきたいというふうに思うんですが、まあ、いろんなテーマが今あるんですよね。なんか再び日を帯びてきた、えー、フィックスターズ、オキサイド、これは量子コンピューター関連ですね。Web3 関連、地銀、あとワールドカップ。まあ、もう本当にいろんなテーマが出てきたので、ぜひね、この辺の個別株をチェックしていただき、まあ、その上で指数の売買戦略、各指数も改めてチェックしていきたいというふうに思っております。今日からまたアメリカ時間でね、しっかり と動いていきますのでそこをチェックしていきましょうということでこのチャンネルでは終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日夕方5時で入れています皆さんと一緒に株を振り返っていくチャンネルになりますぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますさて今日の振り返りをまずは入れていきましょうはい、えー、今日の日本株ですが高安まちまちの展開日経平均トピックスが下落マザーズが小幅に上昇ということですがそれぞれの節目28,000円2000ポイント800ポイントみたいなものは上回っておりますのでひとまずは様子見性能が強いかなという風うには思います日経平均で見ますと値下がり 銘柄数がとっても多いですね。今日下撃を、no. は東京エレクトロンではありますが1.61%他も下落率はそんなに高くない1銘柄でなんかすごく悪さして下げたという感じではなく多くの銘柄が下げてしまって日経平均として120円下げたという感じなのかなというふうに思いますバイバイだけ見ていきましょうやはりトップの方もですね、下げてる銘柄がとても多いですよねレーザーテックがトップそして東京エレクトロンも下げてますし金融カールも下げてますよねそしてここで海運もまあ小幅に下げてるとファストリーを上げてますけどもねえなのでまあ下落が非常に目立っ った下落のの銘柄数がととても多いいいそんな一日なのかな日かう,うに思いますグロースの売買代金ですね。キャンバスがトップで。これは材料がちょっとあるかどうかが確認取れてないんですが、大幅高してます。キャンバス医療関係、医薬品関連ですねで。アミダホールディングスはこの後材料を見ていきたいという,ふうに思っておりますで。物色が日々変化しておりまして、あれだけ熱、ね、狂の渦に巻き込まれていたマイクロ波価格はだいぶ売買代金としては落ち着いてきたかなという,ふうに思いますけども、今日見ていくのはオキサイド。この辺をチェックしていきたいというふうに思っております。ではまず、フィックスターズ。 見ていきましょうフィックスターズですけども今日はね18.3%の上昇ということで、まあ、チャートとしては直近高値を超えてきたという感じになっております、まあ、ニュース直近のニュースで出てきたというよりは今ねすごく政策で量子コンピューター関連株が再浮上しているということなんですよね、えー、このニュースをちょっと開いてみますと大要線ということになっておりますが、まあ、このフィックスターズアンピファイアンプリファイ、えー、これがですね、まあ、いろんな企業富士通とか日立とか IBM とか、そういったところのですね、この量子コンピューターを企業に導入するための導入支援みたいなことをやってまして、量子コンピューター関連銘柄として分析をしたことがあるんですが、やっぱり目に留まるのはね、このフィックスターズが一番潜在性を感じるかなというふうに僕も注目をしておりました。ただし、他の銘柄に気を取られていた。 っていうのは、本当、完全に言い訳なんですけども、この辺はね、本当に買い時でしたね。ここで買っていればっていうのがありますけども、足られば言ってもしょうがないんですが、ただ、ま、直近高値を超えたということで、チャート的には非常に面白いところに来ているということになります。そして今後もですね、政策関連として注目を浴び続けるというふうに思いますので、押し目は積極的に狙っていきたいなというふうに思いますし、改めて分析を確認した上でね、買い時しっかりと見定めていきたいなというふうに思っております。続いて、オフサイド見ていきましょう。5.56%の上昇ということになっていきます。チャートとしては、 最近上昇が続いている中で今日はさらに大幅高ということになりました。ただ今日に関しましてはさすがに上髭を残している、さすがにフィックスターズとは違い、大きな要線というよりは上髭を残した要線少し重たくなったという感じでしょうか。えー、このオキサイドに関しましてはですね、量子コンピュータ関連で等角を表すというふうに書いてありましたで。この量子コンピュータ関連というふうに言われてもですね、あれ、オキサイドって量子コンピュータ関連だったかなというふうに感じてはいたんですが、ちゃんとこの記事にはですね、量子コンピュータ関連が注目だというニュース の中にオキサイドがしっっかりと入っているんですねこういった記事を参考に量子コンピュータ関連オキサイドかというところで注目をしておきたいなというふうに思っております。チャートもう一度だけチェックしておくとですね、たださすがに上がってきたというところで上ヒゲが長いということになります。PR も60倍を超えてますから少し過熱感がありますので、まずはじっくりとチェックしてみてはいかがでしょうか。続いてアミタ見ていきましょう。アミタなんですが、産業廃棄物のリサイクル大手、原料を再資源化やってるようなね、そういう会社でございます。 最新的なニュースを出してきまして今日はストップ高ということになっております何を出してきたかと言いますとエコシステム関連子会社が新たな株価刺激材料にということになってますこっちを見た方がわかりやすいかなトークンエコノミーを設計開発する子会社設立へということになってます要はブロックチェーン技術を活用したトークンエコノミーを設計しますよというなんかまあ横文字が並んでますっていう感じですねアミダの阿弥陀をみたいな感じでダオっていうのは自立分散型組織のことですよね、まあ これがどういうふうに業績寄与するのかさっぱりわかんないですけどね。えー、ですが、まあ、それがどういうふうに動いていくのかね、非常に注目だということで、ストップ高しているということになっております。なかなかブロックチェーン関連っていうのはね、業績をしっかりと作っていくのがとても難しいんですよね。まあ、それがどうなるのかしっかりと見ていきたいなというふうに思っております。チャートはこのような形になりまして、しっかりと要線をつけております。強いですよね。直近高値をしっかりと超えてきたということではありますので、まあ、今後もね、乱高下していくんだろうなという形ですし、まあ、平均 p r を大きく超えてますから、えー、この辺はまたですね、 明日以降でもしかしたら調整が入るかもしれない程度は考えておいた方がいいかなというふうに思っております続いて富山第一銀行を見ていきたいんですがここの人気テーマの中にねまさかの地方銀行が入ってきているということですね、まあ、一気にねテーマ化されたなという感じはしますけども今日は12.9%上がっているということになりますチャートはこのような形になってまして実は金曜日にストップ高していたんですよねそこから窓を開けてさらに上がっているということになっています、まあ、材料としてはこれしかないよねという感じなんですが、まあ、著名投資 個人投資家が買っていたことが明らかになりましたニューって書いてありますね井村俊也と書いてありますけども、まあ、やはり皆さんご存知だと思います個人投資家である井村さんが富山第一銀行の大株主の欄に入っていたと ね、大量保有報告書で分かったということになりますので、まあ、これは今日も大幅高しているということですね、まあ、ここまで上がるとね、さすがに短期的には乱高下するんだろうなという感じはしますけども、まあ、地銀という株がこの PBR であるとか PR であるとか、まあ、こういったところもそうですし、あとは政策が変わるんじゃないか、日銀の黒田さんのマンキーが。 もう少しででますのでそうすると、まあ、YCC、イールドカーブコントロールで政策が変わるんじゃないかってことも見越して買っていたんじゃないかっていうそういうい話もありますから、まあ、そこは確かに注目なのかなというふうに思っております最後にワールドカップ関連株ハブを見ていきましょうこれは17.52%の下落ということになりましたこれひどいですよねえー、こう先日もですねワールドカップの まあ日本代表が勝利したということで、金曜日大幅上昇していたんですが、日曜日の7時にね、日本戦、第2戦が行われまして、コスタリカ戦、1対0で負けるということになり、ここまで売られるのかということですよね。まだワールドカップ終わってないんですけどもね、仮に日本が負けたとしても、ワールドカップは続きますしね、それなりに盛り上がっていく、それでまあ乱高下するっていうのもね、なんか悲しいなというふうに思いますが、それも宿命なのかなというふうには思ったりはしますけども、こういった乱高下には注意しながらね、来週もしっかりと控えていきたいなというふうに思ってます。 で先週金曜日にお伝えしましたパワーハンド関連として高取りが最近すごく注目度を集めているんですけども今日高取もねこの日中の動きが非常に激しかったですね高いところでは9500円超えてるんですが安いところでは8000円ぐらいまでつけてますからね、えー、この値幅で見ると結構大きいですよね、えー、なので、まあ、こういう乱高下にはぜひ気をつけてみてくださいでは指数を見ていきたいと思いますまずは日経金株価なんですが今日は下落しました陰線です下ヒゲが長い一時転換線を割り込みましたが転換線の上で終わっているという形になります なってます。なのでこのトレンドが崩れたというわけではないので、今日のアメリカ株の結果をひとまずは待ちたいなというふうに思います。トピックス見ていきましょう。トピックスもですね、どちらかというと実体の長い陰線ですかね。一番底堅いということは間違いないんですけども、で転換線の上にいますし、まあ、調整が入るっていうのをね、えー、頷けるところではあるんですが、今後ですね転換線 トレンドライン。そして RSI50。この辺を割り込まないか割り込むのか。えー、これによってね、短期的な流れは変わってくるかなというふうに思います。最後、マザーズです。マザーズは上昇しているということですね。やはりマザーズの上昇は強いですね。RSI70 以上で加熱感は感じるんですが、まあ、それでも要線をつけている。でも、上髭が長いということで、さすがに利益確定の売りもこなしながらといった感じなのでしょうか。その辺はですね、今日の流れもしっかりと見ながら、アメリカ株も見ながら、しっかりと考えていければというふうに思っております。はい、ということで今日はですね、量子コンピューター関連。 あとは Web3 関連、そして地銀関連、ワールドカップ関連、まあ本当にいろんなテーマがね、今物色されてるんですが、まあそれ物色が起こるだけの勢いがあるっていうこともね、一、まあ、つ注目点かなというふうに思いますし、まあ11月第4週ということで配当金が振り込まれ、えー、配当金の再投資なんかもね、期待されてますので、そこはしっかりと見ていきたいなというふうに思っております。明日も頑張って見ていきましょう。では今日もお知らせを入れさせてください。本が、えー、なんとですね、1冊目、累計1.9万分になったんですが、なんと、 二冊目を出版できることになりました。本当にありがとうございます。2023年前半を目標に仕上げていきたいと思ってますので、またタイトル、発売時期等決まりましたらお知らせさせてください。個別銘柄をとことん分析するマガジンですが、毎週金曜日に分析記事をアップしております。月額制初月は無料というふうになっておりますので、よかったらこちらも概要欄の URL をチェックしてみてください。同じプラットフォーム内でメンバーシップもやっております。こちら、どちらかを登録すれば大丈夫です。しっかりと記事が見れますので、どちらかチェックしていただければと思います。ということで、今日はこんな感じで終わっていきます。今日の でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降もこのような形で日本株の振り返りを毎営業日夕方5時で入れていきたいと思いますので明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさよなら